釜茹で。釜茹でとは、大きな釜で熱せられた湯や油を用い、罪人を茹でることで死に至らしめる死刑の方法である。古代中国では二に、放射と呼ばれる釜茹でが、盛んに行われた。身元は足の巨大な銅釜、金や、足のない大釜、角に湯をたぎらせ、罪人を放り込んで湯で殺す。そのために二には、別名を、二、湯とも呼ばれる。 古代においては、陰の帝神、中央が、衆の人治、白友皇を必死をしばねの刑、体を切り刻む刑に処して殺し、その体を茹でて、それを煮込み汁に仕立てた上で、白友皇の父、西白期まさに、もてなし称して食べさせたのが、記録における所見である。春秋戦国時代には、聖の愛好が釜茹でにされるなど、葉を競う各国の王は、 車先と共にこの方法で不穏分子を処刑した。旗の昭王は政治改革で正式に釜揺れを死刑の位置方法として定め、旗の統一後も罪人がに殺された。疎官戦争の時、皇羽が法上、現在のチャン水省助州市に等を定める際に、ある論客が関与こそ都にふさわしいと進言したが、皇羽はこれを聞き入れず、退出した論客は、 その民族は、猿が冠を被るような種族だと漏らしたため、それを聞いた、その衛兵が皇吾に報告して、激怒した皇吾はその論客を釜茹でに処した。さらに皇吾は劉邦が漢中を支配したとき、南洋で拒兵した王寮の母を捕らえて、王寮を基準させるべく口説いたが、彼女はこれを拒否して自殺したために、怒った皇吾は王寮の母の遺体を釜茹でにした。引き続き、 慶応付近で慶応城を守備した菅野御師大部の周伊達らと戦って、これを捕虜にした孔羽は周伊達に基準を流したが、帰って罵倒されて激怒した孔羽は周伊達を釜譲でに処した。また、慶応の北にある高岳山で孔羽は退治した竜邦の父、竜太郊らを捕らえた。そして人質とした竜太郊をまな板に縛り付け、大釜に湯を沸かした上で、 劉邦に降伏を迫った。しかし劉邦は、動じることなく、我々は義兄弟のちぎりを結んだ仲である。つまり我が父は、そなたの父でもあるのだ。そなたの父を煮殺すならば、兄弟である私にも一杯の煮込み汁を分けては、くれまい,いかと答えた。これを聞いて効果がないと悟った幸は、劉太公らの処刑を取りやめた。祖官戦争の中では、 歴一域も通りの深言で和議を背いた関心に、激怒した、伝広氏によって、釜茹でに処せられている。前漢の時代、慶帝の彦である、広川王野とその妻、洋上秋信は極端に嫉妬深い性格だった。洋上秋信は、劉作家長愛していた、即室、東望向を妬み、ことあるごとに夫に、東望向の浮気をでっち上げ吹き込み続けた。もともと嫉妬深く、 単純な性格だった、流鎖は、その布告を信じ込み、塔望む日を無打った挙句ひぜめにした。絶望した彼女は井戸に身を投げて自害するが、流鎖と養女を飽きのは引き上げた遺体から、耳と鼻を削ぎ落とし、陰部に杭を打ち込んで恥かしめた。最後に遺体を切り刻んで、大釜に放り込み、桃の木の灰と毒薬を加えた上で一中夜煮込み、ドロドロに煮溶かしたという。 勇者はこれ以降も妻の残言に惑わされ、十人以上もの側室を残殺し続けたため、王位を取り上げられて左遷され、最終的に自害した。妻、養女秋信は残首の上、捨てるし、さらし首に処された。五感も末の頃、唐拓は何人もの役人を釜茹でに処した。釜の中で断末魔の叫びが上がる傍らで、唐拓は平然と食事を続けたという。 以降も人を煮る処刑は続けられた。五古十六国時代から南北朝時代にかけて、あと、朝の石虎や北西の後、あるなど各国の君主が釜茹でで反乱分子を処刑している。隋の容体も高栗に逃亡した武将の国覚政を和議の条件として強制的に返還させた後に射殺させて、その遺体を釜茹でにした。その食肉は、 宴会で諸行に差し出されたという。五代十国時代、高等の将軍、陽光は、反乱軍のに監禁されたが、堅くなに幸福を拒んだ。激怒した、東明は、洋広氏の肉を生きながら削ぎ取り、大釜で茹でながら喰らったという。ただしこれは、後世の創作の可能性が高い。南宋の深海も、釜茹での刑を行っている。清志王朝の末期まで、 甲州の感謝跡には、合計130センチ、深さ66センチの大釜が残されていた。深海が罪人を似た釜だと言われている。1193年、中国北方の騎馬民族、モンゴルのテム人、後のチンギスカンと、その名誉ジャムカとの間で、家畜の盗難を原因とした争いが発生した。十三翼の戦いと呼ばれる、この戦の勝敗は定かではないが、 ジャムカは、捕虜とした70名を釜茹でを用いて処刑した。この残酷さゆえに、ジャムカは人望を失い、結果として、テムジン側の勃興につながっていった。明王朝初期の西南の役の折、南京を攻略した主体、後の永楽帝は、将兵武将所の鉄剣を花そぎにして恥ずかしめた上、貼り付けに軽した。そして、油を満たした大釜に放り込み、上がる遺体に、 釜の中から謝罪の体制を取らせようとした。しかし顔が上に向くよう動かしてもすぐに裏返り、思うような形にならない。孫をついているうちに、遺体は黒焦げとなり、爆発して飛び散ったという伝承がある。日本では1594年に、京都の三条河原野で執行された、盗賊団、石川五右衛門一派の釜茹でが有名である。日本においては、戦国時代から、 江戸時代まで、鎌茹での刑が存在していた。また、五え門風呂の始まりとも言う。この世の刑罰として、実際にあったかは別として、高いにおける刑罰としては、認識的にはさらに遡る。地獄極楽図屏部、京都今回公明寺所蔵、鎌倉中、高期作の仏教説話には、鎌茹でにされる人間の描写があり、13、14世紀には、地獄の刑罰記と、 認知されていたことがわかる。同じく京都で処刑された五右衛門の処刑方法は地獄における刑罰の再現とも言える。金沢藩では現在四年、貫通の末に夫を殺害した田植屋衛門の妻種が釜線に処された。1531年にヘンリー・パッセイは毒殺犯に対する法廷刑罰として制定した。1531年2月に ロチェスター大聖堂で料理人をしていたリチャード・ルースという人物が食事に毒を盛り、数十人の死災、教会の来賓と施しを受けていた貧民まで多数の死者を出した無差別殺人事件を起こした。イギリスにおける釜茹での刑はこの事件に対して制定されたものであった。1532年4月15日に市内中央に大釜が設置され、ルースは公開処刑された。 この事件では、ロチェスター大聖堂を死亡していたジョン・フィッシャー司教も料理を食べていたが、軽傷にとどまった。この事件は対立していたヘンリー・パッセイがフィッシャーを暗殺するために死んだとの憶測を後世に残すことになった。ヘンリー・パッセイが特別に釜茹でを立法したのは暗殺であることをごまかすためだったする説もある。この刑罰の執行令は、 イギリスの歴史上わずか3件しかなく、1531年に夫人を毒殺したメイドと、1542年3月28日にロンドン北西部にあるスミスフィールド家畜市場で主人を毒殺したマーガレット・ディビーというメイドに執行されただけである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。